ランニングマンチャレンジを受けて立ち、ダンスを踊るニュージーランドの警官のビデオが拡散しています。そしてニューヨーク市警察が受けて立ちました。ニュージーランド警察採用ページ、毎日逃亡者を捕まえているが、これは我々のチームの新たなランニングマンチャレンジだった。聞いたことない。ゴーストタウン DJ のマイブーに乗って踊り、ソーシャルメディアにビデオを投稿、参加してくれる他の人を指名するのです。1日で500万回も再生されました。ニュージーランドの人口よりも多いんです。10もの警察部隊を指名しました。4日現在応じたのは、ブルックリンの子どもたちの支援を受けたニューヨーク市警察です。ニューヨーク市の消防士、ボストンとスコットランドの警察官も指名されました。ニュージーランド警察、ニューヨーク市警察ニュース、ランニングマンチャレンジを受けてくれて素晴らしい、踊り最高だった。ニュージーランド人からの声援はありますが、警官の国際ダンスコンペは誰が勝ったのでしょう。